化石の保護には、パラロイド B72 という樹脂が、機能性の高さから、広く使われています。パラロイド B72 を計量します。アセトンに対して、5から10% の濃度になるようにします。濃いと、表面がテカるので、薄めから試してみると良いでしょう。アセトンは、取り扱いに注意が必要です。柿原菌、人体にも有害なので、換気を良くし、できれば有機溶剤用の防毒マスクをしましょう。これで保護剤は完成です。樹脂が溶解するまで、しばらく置きます。完全に溶けました。軽く攪拌したら、いよいよ化石に塗布していきます。10% の溶液でテスト塗りしましたが、思ったよりテカるので、6% まで希釈しています。最初に作った溶液はアセトンが古かったため、よく溶けませんでした。改めて作り直しています。塗り方にコツなどはありません。すぐに浸透するので、壊れやすいところは重点的に塗ります。アセトンは接着剤を犯します。クリーニングの過程で接着した箇所が取れてしまうことがあるので、終わってから改めて接着します。手にくくと脱脂して荒れるので、手袋もした方がいいです。パラロイドを塗ると、採集したオリジナルの岩の色や質感がどうしても若干変わってしまいます。それでも、風化して表面の模様が観察できなくなったり、破損するよりはいいかなと思ってます。苦労して採集した化石、長く残しておけるように、最後まで気を抜かずに標本を完成させたいですね。